伝えております。このようにシーズンパス内は特別に大きな設定をさせていただいております。というのもですね、サッカークラブにとってこのシーズンパス会員というのはスポンサー様とともにですね、シーズンを通してクラブを力強く支えていただくクラブの基盤となる特別な存在であると考えています。ぜひこのチームスタジアムスタードの地にシーズンパス会員にご加入いただきまして、今まで以上に参加をご支援いただければ幸いです。本日はいろいろな席に実際に座っていただきまして、お好みの高さとかですね、角度、そういったものをゆっくり吟味していただいて、ぜひご自身にとってのベストな座席ポジションを見つけていただければと思っております。最後に本日の注意事項について説明させていただきます。この後スタンドを自由に歩いていただきご視察等になります。3階スタンドへも上がりますので、注意しながら階段から上がってください。各自のペースでご自由にご視察をください。またご入場いただいたゲートが帰り口となっておりますが、出口の手前では入会受付を随時行っておりますので、ぜひご入会受付をいただきチームを後押ししていただければ幸いです。ご視察の最終終了時刻は14時とさせていただいております。お部屋につきましては施設の準備の都合等ですね、場内にはございません。スタジアム場内の入場受付をいただいた外側の右奥にございますので、そちらをご利用ください。また先にご案内の通り、今回はスタンドの見学会ということになっておりまして、室内への入室はできませんので、あらかじめご了承ください。ご視察中の飲食はご遠慮ください。また場内は禁煙となっておりますので、ほどよろしくお願い申し上げます。また写真動画につきましては、自由にお撮りいただいて結構でございます。またバックスタンド場外ですね、バックスタンド場外1階には、キリンが来る京都タイガードラマ館、そしてスポーツクライミング施設もすでにオープンしておりますので、よろしければお帰りの際に立ち寄りください。以上で終わらせていただきますが、場外にインフォメーションセンターもございますし、スタンド内には参加のスタッフも配置させていただいておりますので、ご質問がございましたら、ぜひ気軽にお呼びをください。それでは、早速、ご視察の方を始めさせていただきたいと思います。どうぞ、お聞きいただいて、ご自由にお聞きください。どうぞ、よろしくお願いいたします。